なんかその作者の考えと、やっぱ作り方、シナリオの作り方と、あの世界観がめちゃくちゃ好きな。デスノートが好き。なんかこう、かけ離れてるじゃん、現実。でも現実でワンチャン起こってもおかしくないような内容だから、あれ好きだ。おい、もうな、ね。なんなんこれマジで。そんなことある？ねえ。同じ人じゃない？しかもこれ。さっきと。さっきと同じ人じゃない？これ。スキン一緒なんだけど。俺の名前聞くとリゼロ思い出す。まあリゼロから取ってるからね、俺の名前。ハイキュー見てないんだよね。ハイキューって言うんだっけ。見てないんだよね。から撮ってチェーンソーはもう原作完結した。なんか一回終わったけどまた続き出たんじゃないって。同盟一応あるっぽいな。あたりたちはもうボコボコだよな。電気スクラップになっちゃうよ。俺だけレベルアップな剣、あれちょっと気になってんだよな。あれ主人公最強系なのかな。あれもなんか結構人気だよ。マッシュは見てるよ。ブンバンバンブンバンバンやろ。見てる見てる。ブンバンバンブンバンバン。見てるよ。おもろいよね。あ、でもちょっとギャグ強めだけどね、あれ。マッシュは。ふざけんなよ。ざけんなよ。モテンモテン、明らかモテン、モテンモテン、明らかモテン。ああ。はい。そげ。
通電あるな。ピトゥございますね。ピトゥございますね。これトンネルか。確かにこれは強いな。このトンネルは。これ通らなくない？もう小屋でキープするか。こっちで停止したらつきそうだし。じゃあね、俺死ぬけど、これもまた一挙。はい、でかすぎ。ナイス誘導。これやろう。ナイス。あいつおらねえぞ。あれ、あいつおらるぞ。カドジニカドジニでやんつ。あつ。あつ。オッケー。「魔の国のアリス」最後まで読んでないけども、あれなんかネットフリックスであれドラマやってたよ。